目の人は雑魚敵倒そう。調子乗ってんじゃねえよ。雑魚敵倒さないとダメだわ。どうやって返すんだ。返事の仕方がわかんねえ。返事の仕方がわかんねえ。よし。ねえ。なんなんだよこいつ。こんなのって強すぎだろ。よ、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか。いえ、それも忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛いさ、肩が。ちょ、八神さん。みこしばのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。みこしば先生は、その放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越場は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから。一年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。みこしばには両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか。三越葉先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには、三越葉は優等生だったし、実習もうまくやってた。
あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん？なんかおかしいか。いや、沢って実習中なんかずっと三越場先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越場先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？三越場先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって、寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越芝をいじめの加害者だと。俺三越芝先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、三越芝君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生が三越芝を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。